台湾東部カレン沖で昨日発生したマグニチュード7.7の大地震台湾当局によりますと4日午前の時点で死者は9人けが人は1050人に上るということです余震が続く中で今も懸命な救助活動が続けられています台湾の大地震を受けて県内でも支援の動きが今日福島市では 福島市役所東側1階にある窓口では台湾地震の被災した方を支援するため募金箱が設置されました早速募金箱が福島市ではこうした募金箱だけではなく今後は専用の口座も開設し支援金を募ることにしています台湾の方は非常に我々私たちにとって身近なという非常にやっぱり大切な存在なんですね 観光や経済を通じた交流も盛んでつながりがり強い日本と台湾2011年の東日本大震災の際は台湾から250億円以上の義援金が寄せられるなどこれまで台湾からは日本で災害が起こるたびに温かい支援が寄せられてきましたその台湾での大地震台湾とつながりが深い県民も 現地の状況に心を痛めています台湾は50年以上の古い建物が多いのでそういったものが崩壊していたり台北の飲食店の、えー、とお酒の瓶が全部ばばばばバってこう落ちてきて割れているような動画ですとかも確認しました飯舘村に会社を立ち上げ台湾と福島をつなぐ活動をしている峯岸千尋さん。 台湾にいる友人からも建物が倒壊している様子など被害の写真や動画が送られてきているそうです台湾の支援に向けて今後峰岸さん自身もクラウドファンディングで集めた収益の一部を寄付したり義援金を募る活動をしたり支援をする予定です当時311の際に助けていただいた台湾にこの。 機会にあの恩返しという形で少しでもたくさんの方にご協力をいただけたらありがたいなというふうに私の方では思っています。